まあ、中国大使館からあいつ出すなというクレームがテレビ局およびスポンサーに入って、あるいは、まあ、朝日放送の番組ですけれども朝日新聞からもね、あんなやつ出すなというクレームがついたりして、で、まあ、5年前2回だけ出てね、評判良かったらしいんだけれども、まあ、干されたわけですよね。で、まあ、一向に構いませんけれども、あれ前日の金曜日からね、まあ、その大阪の方行って泊まっとかないといけないしね、まあ、さて、ところがね、去年になってね、まあ、4年ぶりぐらいですよ、また何の間違いか知りませんけれども、まあ、担当ディレクターやプロデューサーが、まあ、従来 の, その経緯知らなかったのかね、私に声かけてきて、でその時はね、まあ、アメリカを取り上げたいと。で、私とね、上智大学だったかな、結構ふとってね、前島さんかね、そういう名前の人、まあ、彼もよくテレビに出てるらしいですけどもね、まあ、彼運のよりはマシですけれどね、そのちょっと名前はっきり覚えてないで仮に前島としておきますが、前島さんとね、まあ、もう私と2人出てもらう、まあ、意見違うでしょうけど、その違う意見を戦わせることで番組も面白くなるでしょうからということでね、まあ、呼ばれたんですよね。ところが行ったらね、その上智大学のちょっと肥満体の男は来てなくてね、で聞いたら、まあ、オフレコなんだけど私が出ること決まったっちゅうんでね、一緒に出たくないというんで断って来られたんだというような、話でしたね。で、まあ、そういうこともあってね、まあ、中国大使館の圧力とか、あるいは、私とは出たくないというね、自称アメリカ専門家なんかもね、あと前島さんですかね、前島さんね、前島和弘さんですか、彼もうちょっと体重減らさないとね、ちょっと心臓発作とかで、命を落とすんじゃないかと、まあ、私が心配することではないんですけど、まあ、私もね、不摂生がたたって3年半前ね、心不全で入院したりしてたんで人のこと言えないんですけどね。まあそんなことはどうでもいいとして、でその去年もね、2回ほど出たんだけれども、まあ結局ね、これストローも受けてたらしいんですけど、また同じようなパターンで干されてね、だからまあ家族知人からはまあ一発屋とか二発屋と揶揄されたりしてるんですけれども、さてね、それで昨日のやり取りですけれども、まあ、香港さんが非常に的確なね質問をしてました。こうふんぞり返るような感じでね、香港さんはまあこう迫力ありますからね、吉本の芸人さんなんかもみんなね、香港さんには、この今写真写ってますけどね、香港さんが近寄ってくるとみんな若手の芸人なんかの人なんかね、すごく緊張するという話ですけれども、まあ、私もね、香港さん親しくさせてもらってますけれども、非常に頭もいいし感が鋭いしね、そしてやっぱりこういうお笑いの世界でずっとやってきておられるから、非常に的確な表現でね、言うべきことを発言されますよね。で、この香港氏がね、トランプの時代にはプーチンはウクライナ侵略とかしなかったと。なんでバイデンになってね、プーチンは侵略したんですかと。極めて真っ当な重要な質問ですよね。で、今度トランプじゃなくて、もしうっかりハリスが勝っちゃったりしたら、やっぱ同じような状態がウクライナに限らずね、いろんなところで起こるんじゃないかっていう、まあ、そういう含みも持たせてね、香港さんが質問した。そしたらね、まあ、その部分だけ切り取った動画2、3分のもんですかね、私見たんですが、まあ、恩の氏がね、これ全然、質問に答えないというか答えられない。まあ、彼はですね、まあ、民主党方面
のみ人脈を持ってるっていうか、まあ、アメリカの主流メディアっていうのはね、ほとんど民主党の応援団ですけれども、まあ、そういうのに、まあ、なんちゅうかね、染まって、日本のメディアも大概ね、アメリカの主流メディアの受け売りですから、まあ、主流プロパガンダメディアという言い方も定着してきましたけどね、新聞で言えばニューヨークタイムズ、ワシントンポスト、まあ、ワシントンポストなんてね、トランプ氏が大統領になってからね、ちょっとこう頭おかしなくったんじゃないかっていうぐらいね、もうトランプ憎しで、もうとんでもないね、非論理的な記事いっぱい載せてますね。でもね、まあ、ニューヨークタイムズも ワシントンポストもね、まあ、新聞一般がこれアメリカに限らず部数減ってますけれどもね、まあ、みんなもうスマホなんかでね、ニュースチェックしたりしますからね。その中でもトランプをけなすような、ね、記事をバーッと載せると、売れ行きが伸びるっていうんですね。まあ、つまりね、ニューヨークタイムズ、ワシントンポストなんか、まあ、保守派の人は一切読みません。で、新聞購読層自体どんどん減ってると。そういう中でね、やっぱりもう左翼の読者のこう関心を喚起する以外ね、部数維持できないっちゅうんで、だからもうめったやたらにね、トランプをけなすと。そしたら保守派の読者はね、まあ、もともと少ないけれども、ま、完全に離れていきますよ。でも、まあ、左翼の読者はつなぎ止められるっていうんでね、まあ、そういう路線に走っとるんでしょうね。まあ、日本だから、私ね、ワシントンポストのことはアメリカの日刊現代と呼んでるんですけれども、実際ね、そういう傾き強く持ってますね。まあ、日刊現代というのもちょっと、まあ、発狂したようなね、安倍さん批判に邁進してた、ところですけれどもね。まあ、さて、それでですね、この香港さんの、極めて的確な質問にね、この雲野氏、答えられない。まあ、ちょうどね、この間カマラ・ハリスと、トランプのこの討論会で、これ、まあ、司会者2人ね、まあ、これ完全にカマラ・ハリスの応援団、で、まあ、ABC というテレビ局がやったんですけれどもね、まあ、これ所有しているのはディズニーなんですけれども、で、まあ、まあ、ディズニーにもね、うん、結構作詞したような、映画を、まあ、作ったりもしてるしね。で、この担当のプロデューサーね、討論番組に仕切ったプロデューサーなんかね、これもカマラ・ハリスの知り合い、そして司会やったね、女性の方、これ、まあ、いわゆる土佐役と言われるようなね、タイプの人ですけれども、これカマラ・ハリスとね、まあ同じようなね、黒人学生の、こう親睦会みたいなこうに入っててね、前から親しい、人物なんですけれども、まあ、2人とも明らかに偏ったね、司会進行してましたね。それで非常に保守派からは、なんだこいつらと、バカにされた。で、1回目でね、トランプ対バイデンを仕切った CNN、 これね、CNN っていうのは、まあ、ABC と同じぐらい左に偏った民主党応援団的なメディア、だから事前にね、まあ、CIA だから偏った運営するだろうと、もう相当なね、牽制球を投げられたこともあってね、意外にも CNN のね、運営っていうのはまあまあ公平だった。まあうがった見方をするとね、バイデン氏がこうボロボロになったんでね、喋ってる途中でも話のね、道筋見失ったり、だから、まあ、助けようがなかったと。もう助けようがもうこけちゃってるんでね、どうしようもないっていうね、こともあったかもしれませんけれども、まあ、ABC ひどかった。わけですよね。で、その時のね、まあ、カマラ・ハリスも一応こう重要な質問もね、 ABC もするんですよ。で、ハリス全く正面から答えない。つまりね、4年前、まあ、トランプ時代に比べて今の方がいいのかどうかというね、そういう趣旨の質問、全く答えないんですよね。私は中産階級の家に育ちましたと。
何の関係があるのと、そういう話をしてましたけれども、この運の字もね、全く正面から答えない。ところがね、司会じゃないですけど、相手してたのが香港さんなんでね、まあ、香港さんは、それで許さずにね、俺の質問分かってんの？もう一回聞くけど、トランプ時代にはプーチンはね、ウクライナ侵略せえへんかったやん。なんでバイデンになってしたの？それを俺は聞いてんねんと。まあ、そういう感じでね、まあ、もっと厳しい言い方だったと思いますけれども、まあ、それに対して運の島しどろもどろになってね、まあ、声だけ張り上げてごまかしてたんですけれども、まあ、それでね、まあまあ、運のはどうでもいいですよ。で香港さんのこの重要な質問にね、じゃあまあ、運のとかその辺は答えられないだろうから、まあ、私が答えましょうっていうのが、まあ、今日のね趣旨なんですけれども、このね、要するにね、まず、プーチンの動きを見ると、2008年の8月、これね、ジョージ・ブッシュ政権がイラク戦争の泥沼化等もあってね、こう中間選挙なんかにも負けると、もうブッシュ氏が自信を失ったりしてね、もう完全に政権末期で、2008年というのはブッシュ政権最後の年なんですよね。で最後の年の夏、プーチンはね、もうブッシュ政権これガタガタ でかつ経済的にもね、苦境に陥ってましたからね、したがってリーマンショックとかねあってね、それでプーチンとしては、あ、もうこれブッシュガタガタになってると、そして次のね、アメリカ大統領には、まあ、左翼のオバマがもうなるっていうことはほぼね、それこれ選挙の年ですけれどもね、もう選挙11月だけども8月時点でね、次は民主党の弱いオバマになるということも、まあ、ほぼ決まってたと。そこでプーチンはね、今だというんで、ジョージア、当時グルジアというふうに日本で言ってましたけどね、ジョージアにロシア軍を侵攻させました。これまず一発目ですね、プーチンが軍を動かした。まあ、そのチェチェン紛争に介入したりとかね、まあ、一応ですね、内戦の枠組みのものっていうのはいろいろありましたけど、まあ、プーチンというのはもともと KGB、 ソ連の、ね、国家保安委員会の、まあ、毒殺担当者だったと言ってもいいような男なんでね、東ドイツに駐留して、まあ、人を殺めるとか、これ何の通用も感じないタイプの男ですけど、でだからそういう男だからね、隙があると見れば、それは軍を動かしますよ。で次のね、オバマ政権の時にプーチンはウクライナのクリミア半島を併合しましたね。ところが次のトランプ政権の4年間にはプーチンは露骨に兵を動かしませんでした。でね、ワグネルと言われるね、まあまあ、ロシア軍と、まあ、付属しているような、まあ、軍事会社というかね、まあ、傭兵団体、これがですね、中東のシリアあたりにね、まあ、事実上プーチンに頼まれていってですね、そこでテロ組織 IS の掃討作戦などに当たってたアメリカ軍のこう妨害するようなね、まあ、要するにシリアのアサド政権というね、これもとんでもない北朝鮮みたいな世襲の独裁政権ですけれども、ロシアはね、このアサド政権支援してるんですね。簡単に言うと、シリア地中海に面しますけれども、地中海に面したところにね、ロシア空軍海軍の基地を置かしてくれてるんですよね、アサド政権が。したがってロシアとしては地中海への、まあ、拠点ね、軍事拠点、これを維持させてくれる、アサド政権を なんとかね、続けさせたいと。これも むちゃくちゃなね、まあ、国民に対してアサド政権を批判するような勢力にね、サリン、オウム真理教が使いましたね。サリンというのはこう吸引するとですね、意識ははっきりしてるんだけれども、呼吸を司る筋肉が動かなくなる。だから意識はっきりしてるけど息ができないで死んでしまうっていうね、まあ、とんでもない、残虐な、化学兵器、ケミカルウェポン
ですけれども、アサドっていうのはそれ何回もね、自国民に対して使っておる。だけどプーチンは別にそんなこと平気だしね、どうでもいいわというタイプなんでね。それで、アサドを支援するために、このでロシア軍自身をね、シリアに、かなりの規模で送ったりするとやっぱり問題になりますからね。だからワグネルとい う軍事会社とロシアのこの人間を送ってたと。で米軍のいろんな妨害なんかしてた。それに対してね、トランプ側はこのワグネル、こう撤退させろと。させないんだったら、空爆して潰すぞと、こういう宣言をして、実際ね、やったんですよね。トランプ政権はそのワグネルに対して攻撃をして相当な要員が死んだ。でもこれに対してね、プーチンは何だアメリカ人たち報復しませんでした。つまりこうセブンミスターんでしょうね、プーチンとしては。まあ、ワグネルというね、民間軍事会社とされる、まあロシア軍に付属したような集団ですよ。そういう人たちが殺されたってね、プーチンとしてはこう平気なわけでね、まずあいつら、アメリカの対応を背踏みするために使ってやろうと。で、案の定トランプがね、案の定というか、トランプがそれを、まあ、そのワグネルをも潰した、わけですよね、爆撃して。プーチンとしては当然ね、これトランプがやっぱり挑発すると10倍返ししてくるなと。でトランプ氏はね、何でも本人も書いてるし、で彼の経歴見てもそうですけれどもね、相手がなめた真似をしてかかってきたら、みんなが見てる前で10倍返しすると。あ、トランプをね、引っ掛けようとしたら、ここまでの目に遭うのかと、みんながね、脳裏に刻み込むような、10倍返しやらないといけないということを、まあ、トランプ氏はね、まあ、彼の路上哲学として、書きして、記してるしね、実行してきました。それで、やっぱり、プーチンはね、しっかり、記憶に刻み込んだでしょうね、このワグネルがやられたということでね。そしてね、その後ね、バイデン政権になって、あ、これは弱いバイデンだっていうんで、ウクライナに本格侵攻した。で、この経緯はね、明確です。そのプーチンのウクライナ侵攻、これは北京オリンピックが終わった直後にね、やったわけですけれども、これは習近平との談合で、習近平としてはですね、ロシアが、ウクライナ侵攻すると、まあ、その分、アメリカを含む NATO なんかの神経がそっちに奪われるんでね、中国としては、アジアの方面で、まあ、米軍とかがね、アジアにこうあまり関心集中できないとなった方がそれはいいですから、プーチンがやるっていうことに対してね、あ、まあどうぞと。ただし、北京オリンピック開催中はやめといてねと。終わったら好きにしてよという感じでね、まあ、俗な言い方をする、すると。だから北京オリンピック終わった直後にプーチンがウクライナに本格侵攻をしたわけですけれども、北京冬季オリンね。で、ね、その1年前、2021年、にですね、アフガニスタンからアメリカ軍がまさに海藻、潰れて走るっていうね、海藻と表現するしかない形で、追い出された。タリバン、アフガニスタンのね、こうイスラム原理主義テロリスト集団ですけれども、このタリバンによってね、追い出されたと。で、まあ、これもね、まあ、細かいこと言うと時間かかるんで、まあ、詳細省きますけれどもね、非常に弱い対応で、追い出されたと。で、アフガニスタンの人たちもね、いやいや、タリバンが政権に復活したら自分たち、まあ、特にアメリカ、大使館だとかね、アメリカ軍のこう仕事を請け負ってたような人たちは、お前らは裏切り者だっちゅうんで、どんな目に遭うかわからないと。だから自分たちをね、飛行機に乗せて 脱出させてくれっていう人たちが、相当子供たちも含めてね、飛び立っていく 米軍機に捕まったりしたんですが、そのまま見切り発射してね、空中から多くのね、
人たちが振り落とされて亡くなると。まあ、これはまあアメリカ人にとってね、本当に情けないという情景でした。だからまあ、その時ね、まあ、ごく簡単、まあ、実はね、先週朝8という、まあ、有本香里さんが司会される番組に私で出た時にね、この間のアメリカが階層に追い込まれたね経緯に関しては詳しく触れたんでね、その先週水曜日だったかなの、朝8をちょっとチェックしてもらうとねありがたいですけれども、まあ、ともかくね、争点の一つだけ簡単に言っておきますと、バグラム空軍基地というね、アフガニスタンの米軍が持ってた基地、ここからバイデンがね、もうさっさと撤退させちゃったんですよね。とにかくもう早く米軍撤退させると。でちょうどね、この2021年の9月11日が例の同時多発テロ、ニューヨーク、それからワシントンの近郊のねペンタゴンが飛行機乗っ取り派、まあ、イスラムテロリストたちによって襲われた、あの同時多発テロからね20周年、ちょうどその20周年の時に私は、そのテロの基地になったねアフガニスタンの問題を、まあ、片付けて米軍を全て撤退させましたという演説をねバイデンしたかった。だからアフガニスタンのね現状がどうかと、今米軍撤退させていいのと、特にねあのバグラム空軍基地というね拠点、これ滑走路2つもあってね、そしてアフガニスタン政府軍にとってもね航空優勢維持する上で重要なところ、ここからもねパッと引き上げちゃった。でそれタリバンに取られてね今中国に支配されてますけれども、まあともかくね詳しい経緯はその先週水曜日の朝8を見ていただくとしてね、水曜日というと日付何日でしたかね、後でチェックしますと書いてくれてる人いますけれども、あ9月11日、ですよね。ちょうどこの日ね、まあ、朝9時から始めたんだけど10時からトランプ・ハリスのね討論会が始まるっていうんで、まあ、途中からねそっちの方を見に行った人もね多かったみたいなんですけれどもね、だからまあ関心ある人はチェックしてもらうといいんだけれども、まあ、さてそういうねバイデンの弱さを見て、あこの大統領の間だったら何やっても大丈夫だとプーチンに思わせた。そしてねもう一つ例を挙げておきますと、トランプの時にはねイランのねソレイマニという、まあ、対外テロの責任者これイラン革命防衛隊というね、まあ、かつてのソ連の KGB みたいな組織ですけれども、つまり対内的な弾圧とね対外的なテロ暗殺工作なんかを両方やる、今写真写ってますけれどもね、このソレイマニ、これ当時ねアヤトラ・ハメネイっていう、まあ、独裁者ね今でも存命ですけれども、このハメネイに次ぐねナンバー2の実力者とも言われてた。で特にね革命防衛隊コッズ部隊というのが、これ対外テロの、まあ、責任者っていうかね、まあ、実行するところで各種のね、まあ、イスラエルを囲んで28あると言われるイラン子外のテロ組織に対するこう指導とかね訓練、武器資金の提供、そういうのをね、やってた、まあ、中心的な人物、このソレイマニ、このソレイマニをね、トランプ政権は殺害しました。このソレイマニの作戦によって米軍の兵士あるいは米軍のために働いてたね、その現地の人たちなんかが被害を受けたということで、このソレイマニがね、そのイラクにあるテロ集団を指導するためにね、シリアのダマスカス空港から、イラクのバグダッド国際空港にやってくるという情報を掴んでね、まあ、米軍と、まあ、イスラエルの情報機関モサドが共同してね、まあ、情報を掴んだと言われてますけれども、で上空で待機してたドローンからミサイル発射してね、このソレイマニを殺害した。その時にバイデンは何と言ったか、当時バイデンはね大統領選挙の遊説中だったんですけれども、
とんでもないことをね、トランプがしたと。ソレイマニというのは、仮にもイランの政府高官だと。その人をですね、殺害する。私だったら、こういう命令は出さなかったと。国際法違反だ。なんてこと言ったわけですよ。これ聞いたね、プーチンだけじゃなくて、それは世界中のね、テロ集団なんかが、あ、バイデンの時だったらね、やり放題だなと思ったでしょうね。それからもう一つだけ例を挙げておくとね、トランプ政権発足直後、北朝鮮の金正恩が、トランプを、舐め切ったような感じでね、アメリカをターゲットにしたような核ミサイル発射実験を何度も行いました。核弾とは積んでなかったけれどもね、何度も行った。それに対してトランプが、要するに最大圧力をかけると、マクシマムプレッシャーをかけるということでね、空母機動部隊3つも朝鮮半島の近くに送り込んだり、そして金正恩をね、ピンポイントで亡き者にするぞっていうね、除去するぞっていう、体制を見せた。それでね、金正恩がビビって召使い扱いしてた韓国のムン・ジェイン大統領にね、お前アレンジしてトランプとの首脳会談ね、なんとかやれと、俺このままだと危ないじゃないかと。でムン・ジェインをですね、メッセンジャーとして、米朝首脳会談に行ったと。そういうね、偉そうにしてた金正恩も結局ビビってですね、いわばトランプに対話してくださいというふうに、お願いする立場になったと。それはこれでね、だからプーチンもトランプの時に下手なね、挑発的なことをやるとまずいなと言うんでね、やらなかった。要するに、その舐めたことやってきたら10倍返しするぞと言ってるだけじゃなくてね、さまざまに実行してきたこのトランプの抑止力が効いたということですね。香港さんに答えるとしたら、もっと時間があれば詳しくね言うんですけどね、とりあえずそれが回答です。運出しなんかはね、それは思いつきもしないのかもしれないけど、別に運動と比較してどうこう言ってもしょうがないんですけどね。さて、時間も来たんでね、次回は9月17日火曜日、やはり7時から、生放送でやります。そしてね、私のメルマガ、これ毎週水曜日、日付が変わった瞬間に配信してますけれども、有料だけれどもね、いろいろこういうところでしゃべるとちょっとバンされてまずいなっていうような実名も入れてね、重要情報を書いてますからね、これを勉強してやろうっていうかね、人はぜひね、購読していただければと思います。それからね、この名教チャンネルの派生プログラムとして、早朝講座、朝7時から、これ月曜から金曜までね、毎回10分ぐらい放送してます。これは国際政治のさまざまなね、歴史的な事例を取り上げて、私が解説する近くでね、国際政治のことを深く知ってもらおうというプログラムです。1回10分ぐらいね。でそしてね、それから9月27日、まさに自民党総裁選の行われる日のね、日の、7時にですね、杉田水脈さん、がですね、このライブで出演してくれるということになっているんでね、皆さん見逃さないように、してください。それから最後にね、私の新庁ですけれども、いや、ひょっとしてね、カマラ・ハリスが勝つんじゃないのと思ってる人もいるかもしれませんけど、これトランプがね、勝ちますよ。詳しく言ってる時間だけれども、だからアメリカインフレしひどいしね、バイデンになってトランプ時代にはなかったのにね、それからもう不法越境者が1000万人以上入ってきてるとかね、そういう現実がありますからね、トランプ時代の方が良かったと思う人が、多い。これぜひね、皆さん読んでください。
はい、でまだチャンネル登録してないという人はね、早くしといてもらうとね、いいんじゃないかと思います。はい、それじゃ今日はね、これで終わります。どうも。